フィル・プレッシーはアメリカ合衆国テキサス州ダラス出身のプロバスケットボール選手。ポジションはポイントガード。ダラスの地元の高校から2010年にミズーリー大学に進学。ビッグマイナス12のサードチームや SEC のファーストチームに選出されるなどミズーリー大学の主力選手として活躍し2013年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。 プレッシーだったが、ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることはできなかった。プレッシーは、同年夏の NBA サマーリーグで、ボストンセルティックスの一員として参加し、同月20日に、セルティックスと3年契約を締結。主にレージョンロンドの控え役としてプレーしたが、2015年7月15日に、解雇された。二千十五から十六シーズン開幕前のシーズンキャンプには、 ポートランドトレールブレイザーズというタジャズのキャンプに参加するも、いずれも解雇され、ジャズから放出された際に、参加のアイダホスタンピードに送られ、NBA ロースター入りを目指すことになる。シーズンが開幕して間もなく、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズと契約したものの、12月4日に解雇され、再びスタンピードでプレーすることになった。 2016年2月20日にフェニックスサンズと10日間契約を、締結翌日のサンアントニオスパーズ戦で、早速サンズでの初出場を果たし、3ブロックショットを記録。2013年のネート・ロビンソン以来の身長183センチメートル以下の選手が1試合3ブロックショット以上を記録した選手となった。その後2度目の契約を得たものの、 シーズン終了までの契約を勝ち取ることはできず、3月12日にアイダホスタンピードに復帰した。8月16日、ゴールデンステートウォリアーズとトレーニングキャンプに関する契約を結んだ。10月19日、ロスター争いに敗れウォリアーズを解雇され、参加のサンタクルーズウォリアーズに送られた。2017年7月20日、リーガーアク部の FC バルセロナラッサと契約した。 父は元 NBA 選手のポール・プレッシーで、現役時代は主にミルウォーキーバックスなどで活躍した。引退後はコーチ業に転じ、各チームでアシスタントコーチを務め、1999年にはサンアントニオス・パーズで NBA チャンピオンを経験した。ありがとうございます。